本当の輪の時間ですねラジオ機能皆さんおはようございます、えー、今週も私パーソナリティドイヒレトがお届けしてまいりますが、えー、ゲストに今週もね、東京からドクター水素ボトルの北条正弘さんお迎えしていますおはようございますはいおはようございます、えー、今週もというかもうすっかりね、えー、冬モードではあるんですけども あのー、今週はね、ちょっとやっぱりね、えー、こんなお話、ねあのー、ずっとずっとずっと続けて、おかげさまで、えー、やらせていただいてるんですが、いろんなお客様のお声、ねあのー、いやいい感じ、いい感じなんてお話を聞くもんですから、ゲストの方からの生の声、ね、いただいているんですけども、北条正弘さんはね、ね沖縄だけじゃなくて、 全国を飛び回ってやはりこの健康にねいてくださったらいいなという方々に向けて説明会をね行ってましてラジオをねお聴きの皆さんにやはりこうリアルにお話ししますと、えー、血流を、ね、ご自身の指先でもって血流が悪いところがあるんですね利き腕じゃない方の特に、まあ、薬指だったりというところの、えー、血流をモニターで見れる機会を常に持っています。 だから沖縄でもちょっと自分の健康状態がなーとか痛いなつらいなーとか長いことお医者さん行言ってるのはどんな方でも構わないですので一度気になったら FM ギネマンの方にねお問い合わせをいただけると新しい出会いがあるかもしれません。ということでいろんなね沖縄以外でも出会いエピソードのある本庄さんがお土産話をね持ってきてくださっているということでお聞きしたいんですがここ。 保さん1か月ぐらいどうですかまあ,まあ、ね、ほとんど家にねいらっしゃらないと思うんですけどそうなんですこの1か月はね、うん、私も引っ越しもありましたしね、まあ、人の引っ越しの話は聞きたかないでしょうけどまあでもねだからね結局ね2日間ぐらいで私自分の荷物を詰め込んで、うん、まあとにかく荷物を3階に住んでたんですけどあのなんと恐ろしいことにエレベーターがない。 あのマンンションだったんですよまあその建築法上は全然許される範囲なんですけど、うん、それが建て替えになるっていうことで引っ越しをしましてね階段上がったり上がったり上がったり下りたり,たりもう筋肉ボロボロになるぐらい俺はアスリートかみたいなぐらいあの上がったり下りたり上がったり下りたりしてたんですよそ、うん、したらもう腰から太ももからパンパン背中はもう痛くなるわ、うん、いやこれ参ったなと。 いう状況になったんだけど、自分でも忘れるんですよね。あ、水素吸わなきゃっ,つって <laughs> で言って、それで三時間徹底的に吸ったらやっぱりね楽になるんですよ。<ー>自分で売っていながらね、やっぱりすげえいいもんだなと思って、<laughs> 改めてね再認識しましてね。で、まあうちの母親も八十三になったんですけどね、なんと骨密度いまだに百五パーセントなんですよ。<laughs> すすごいですよあの、ね、土井さんの,あの息子さんなんかも、ね、あの骨折されたらすぐ治りましたけど、うん、うちの母親83にしてあの足の小指を柱に引っ掛けて去年の年末を折ったんですね。でその時に先生からやっぱり最低でも3ヶ月かかるよって言われてたのが3週間でくっついて普通に歩けるように戻っちゃったんですね。そんんんなななこととももありまして、まあ、うちの母親なんかとも含めてみんなで 引っ越しをやジャンジャがやってたんですけどまあ年寄りだからそれこそもう疲れたくたびれたってなるわけですけど、えー、それでやっぱり水素を吸わせるとね「俺私今日痛みないんだけど」みたいなことを、ね、言い出すんですよ「それ水素だよ」って言って引っ越し終わった後にねそうしたらやっぱりうちの母なんかもすごい楽になったっつって言っているのでね<ー>そういう身近なところでもねやっぱり。えー いやすごいなっていうのはありましたね。ね幸せ感じますよね。なんかその、うん、そのやりとりというかね、なんかすごくほっとします。はい えー、いやいやまあここ最近ねなんかカツカレーがはやかモリンガかっていうぐらい流行ってるかも分かんないですけど <laughs> ねあのカツカレーいただきながらモリンガを飲んでなんか <laughs> 罪滅ぼしのようなね飲み方になっちゃってますけどね,ね<え>でもでもねうん、うん、体重落ちてきてるからいいんですよねえ、ね、素晴らしいそのやっぱり代謝が上がってとなるとってねいろいろなあ,のあると思うんですけどか各 全国を相変わらず回らせていただいておりましてね、うんうん、大阪であの今度実はあのご本人にも来てしゃべっていただくように今ちょうど出演交渉中なんですけども<い>えと大阪の、まあ、ある社長さんがあの足が、えー、血管が詰まってですね、えー、腎臓にも負担がかかって。 あのネフローゼっっていう状態になったんですねでそれが3ヶ月ぐらいかな入院なさってでやっぱり良くならないと医学的にはもうこれ以上はでき無理ですっていう状況ですっごいスレンダーな方だから体重4 0キロぐらいなんですけど9 0キロ近くなっちゃったんですよね正確にはもうご本人に今度語っていただきますけどんとんでもないことになってるわけですよだから太るん 太るっていうか、水が体の中に、なんだか、なんだか溜まってるんです。だから、40キロの女の子ですから、女性ですから。はい、この方が、40キロを支える筋肉を持ってるけど。それに、四、まあ、倍になるような、その負荷がかかったら。もう、ベッドから起き上がれないって言うんですよ。ね、水が<を>重いですから、ね。そう。それで、要するに、腎臓も。 悪くなっっちゃってるから結局そのお水が体の外に捨てられずにどん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 溜まっていってもう重しをくくりつけられたような状態になってベッドからも出られないようなそんなになっちゃった方がいてそれが3か月続いたんですけどもあのご主人があのお医者さんに交渉してくれて彼女はね水素を持ってるから水素を吸わせてほしいと言って吸っていただいたら。 そのさっっき膨れ上がった病院ででもう4時間5時間特に5時間以上吸ったらもうあの露骨に変わったって言ってましたけど吸ったらピューと体重が落ちていってあの先日大阪でまたお会いしたんですけどもう退院されてもうめちゃくちゃ元気になってるんですよで。すごいのは これはあくまでも彼女のデータの話なんで皆さんに必ずそうなるっていうことは言えないんですけど彼女のデータで言えば、うん、えと腎臓の値が、えー、と本来正常な人は100なんですねで30より下になっちゃうと透析なんですよで彼女は7まで落ちちゃったんですよ<わ>腎臓のダメージがひどくてだから透析にならなきゃいけないはずなのに え水素をビャーッと吸い始めた途端にその数値がガーッと戻っていってになったんですよだから正常値以上になっちゃったもううそーんすらね出てこないぐらい <laughs> 本当にだから僕もそのこと聞いてびっくりしました、ね、あそんなことになってたんですねって<ー>その単純にね良くなってよ,よかったですねみたいな話じゃなくて。 もうご本人もびっくりされてるし、まあ、だからもうぜひ、ね、そのご本人の口からうんその時の状況を、ね、語っていただきたいっていうことで、これ、多分1月にお越しいただく形になると思うんですよね、だから1月のどっかの会に出ていただいて、<ー>そんなねだから、あのー、ことでね腎臓でお困りの方なんかもの助けになる方がいるかもしれないんでね、そうでうねぜひ話してもらいたいなっていうことで。 本当そうですよね、あのー、もう人間ってほら、ね、そこまでいくと、もう諦め、ね、お医者さんも、いやーっていう顔の表情をされたら、もうね、手の打ちようがないっていうふうに、お医者さんからもね、言われたっていうことで、だからまあ、一般的な利尿剤なんかではもう全然捨てられないと、だから腎臓が機能しなくなってますよね、7%, 7ですから、本来の正常の状態からすると。 だから水分なんかもね取れなくなりますしねでも水分ないと困るしそこら辺は悩ましいところなんですけどそれが変なところに水が溜まってしまってていや極端なこと言うと押すと水が出るって言ってましたから体を押すと、まあ、毛穴からそれこそねいろんなとこから出てくるって言ってました<え>だからもうそこの時の模様をねご本人が語るとまたリアリティがね違うんでもうそれ全国の皆さんは、まあ、ねとりわけ あのこの FM ギノアンのね周辺の方々にもあの語ってね教えてあげてほしいっていうことを言ったら何とか時間作りましょうって言ってくださったんであのぜひ1月にお呼びしたいと思ってるんですよいやねそういう意味じゃもうすっかりよくなられてね旅ができてなってたら本当 ね、楽しみですねって言えますよね,ね,ねご本人がその証明でね,ねだから水素はよく何にでもいいっていうかななどんなでも困ってることがあったら吸ってくださいって言ってるんですよ何か治るっていうよりはね、うん、お困りごとにねなのであの治るではなくてその自分の以前の状態に回復することがよく起こるので是非吸ってください、まあ、彼女の場合は特にご主人が 直談判しててドクターにあーあの掛け合ってくれたんですねそうしたらまあ先生もも,もちろんね打つ手もなくなっちゃってる状況なんですからあのじゃあやってみましょうっていうことになって1日5時間のチャレンジになったんですね。 ねえその肝臓にしても腎臓にしても、まあ、要するに内臓器官、うんまあね、どこの部,署部,署なんで部位がじゃないわけじゃないですか結局そこの部分が活性化元の状態に戻ることによって水分を排泄せね、外に出していく機能が戻ってくる、ね。 っていう血流っっててすすごく大事だってことなんです、ね、結局血流ってことに尽きてしまうのでうまあそういう意味でね説明会で私がい,いつもね血流が良くなる血流が良くなるってあの語ったところでうん、うん、お一人お一人の血流が本当に自分の目で見て変わらなければ本来水素ってこういうもんですよっていう話だけしてることに、うん ななっちゃう話になるからだからご自分の体に本当に影響が出るのかを確認してくださいってで血流が良くなってると思えば買えばいいし買う買わないじゃなくてどっちかっていうと自分の体が得してるかどうかっていうのをちょっと見てくださいなっていうことで体験会をやってるわけですけどね。そうですよねねはい一旦に頑張るあなたを応援する「ドクター水素ボトル」。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい嘘のような本当のは。わ ということでね、私、えー、パーソナリティー土井秀斗と WO イストドクター水素ボトルの北條さんとね、今週はゆっくりお話を聞かせていただいておりますけれども、いや、確かにこうね、あのー、まあちょっとテレビじゃないしね、お見せできないんですけど、ご様子はね、ラジオのお気の皆さん、想像できましたでしょうか。もうそんなね嘘本当に ねえかわいそう、うんまあ、そんな言葉がねあの適切じゃないぐらい大変な、ね、状態だった方が、ね、水素のこう力によって元の機能に戻っていく様をやっぱりこうして感じることが今週もできています、ね、一度は皆さんねよかったら、えー、遊びにで構いませんのでねタクしに行きましょうねはい水素ボトルの、えー、体験会ね行っておりますということなんですが保守さん すすごいですね本当にね、すごいとしか,もなんか言えないですけども、うん、ちなみに、他の、うん、エ,リエリアというか、場所で何か,ありまか、あす、はい、そうですね,あのね、うん、びっくりさせられたのが、あのちらっと前、触れましたけど、あのこれ、福井県の説明会場に来られた方で、はいえー、親子3代、えー、神経が骨になっちゃうという超難病が遺伝している方で。 ちょっと背の高くてあの、まあ、スレンダーの方かななんですよ。で会場に来るのも辛くてフラフラになりながらもうちょっとこう背中支えながら腕組まれて支えられながら会場入ってきて座ったからどうしたんですかって言ったら「いや私はこういうねこれこれこういう理由でその親子3代その神経が骨になっちゃうような病気難病にかかっていて。 もう本当にひどい時は体が具合が悪くて車の運転ももちろんできないしあの本当にきついんですっておっしゃるからじゃあ,あの僕の話今から聞いている間に水素ガス吸ってもいいし新しくあのゴーグルが発売されたのでねそのゴーグルで目から水素を入れるっていう考え方でもいいと思うんであのちょっとそのゴーグルつけながら話聞いてみてください僕もね どこまででできるか楽しみだったんですようんでもちろんあの水素で血流が良くなるのっていうのは鼻の粘膜に水素が高い濃度の水素ガスが触れた時だけ体中の血流がバーンってそれを取り込もうとして速くなるっていうことだったんですけども、うん、で彼女は1時間僕の話を聞きながら、えー、ドクター水素ボトルに連結した、まあ、5,500円で新商品の ドクター水素ゴーグルっていうのがあるんですけどこのゴーグルをつけていただいて1時間黙って聞いてたんですねそしたら1時間ぐらい経ったところで本人が、まあ、バッテリーが充電がなくなったんで終わりにしたんですけども、うん、終わった後に話聞いてみたらもうシャキーンとしてますとめちゃくちゃ元気ですということでもうその場で水素買いたいっつってあの注文していただいて。 慌てても翌日かなに発送して差し上げたっていうことが起こりましてね僕らもだから目から水素入るのすげえなっていう鼻の粘膜もすごいけど目の粘膜のところからもものすごい勢いで入るんだなっていうのはね確信してでまああのメーカーサイドではちょっとこれ医療に本当に関わっていけるんじゃないかっていうことで何千万もお金かけて今。 実験をしてどんなデータが取れるかっていうのをじゃんじゃかじゃんじゃかデータを取ってるんですね。<ー>なのでこれもねまたデータが揃ってきたらご報告できると思うんです 1>,、えー、1回二2回の1人や2人のねうん、うん、単発のデータじゃなくてものすごい人数に対してやっていこうとしてますから、うんまあ、そんだけお金もかかるんですけど、うん、ただまあ,あの利益をそういうことに使うっていうところがねまたすごいわけですよ。 普通はね儲かっちゃったってなるんですけど、はい、売れないみたいに考える人多いんですけどもその利益をちゃんとこうエビデンスに変えていこうっていう考え方で取り組んでるので非常に何て言うかな納得できるデータがちゃんとこう多くのデータの中から取っていけるっていうこんなことで、まあ、まさにねそのうちの1人じゃないんですけど今回のねケースは。 まあとにかくご本人が楽になったってことはね良かったですよねえその鼻なのか、ね、両目からね、あのー、入ってくるのかというかよくね説明会でもお嬢されてる、まああのー、中に、あのー、あれテレビ記録ですねドクターがねほらあの全てねもう宇宙一世界一この細かい小さな分子だから要は 全部通っちゃうんですよね血管もね,ねあの皮膚からななんか骨の中の、ねえー、血管まで全部水素は通り抜けてしまうんですよっていうその状態をちょっと皆さんねラジオ木の美さんがこう想像していただくとちょっとなるほどっていうところに行くかもわかんないですよね,そうですねだからそれがその小さいものが壁あの皮膚にはぶつからないで体の中をふわふわっと広がっていく。うん、で 広がっていった先に活性酸素がいたらそれと結びついてその毒ガスを活性酸素という毒ガスを水にその場で変えるので脳はウェルカムなわけですねうん、うん、そのウェルカムな水素を目とか、まあ、その鼻の粘膜で感知したら取り込もうとして体の血流血液の中に取り込もうとして、えー、血流が良くなるっていうその。 条件反射が起こるっていう非常に面白いことを見つけてしまったもんですから、ね、これね大変申し訳ないんですけども濃度が低いい水素ガスでででは無理ななんんすす起こらやっぱりねあの最低でもエビデンスがあの世界で取れているエビデンスっていうのは1万 ppm から2万 ppm っていう濃度でして水素水まあ単純に比較はできないんですけどねあの水素水はどんなに頑張っても 1.6ppm までしかいかないんですよ。 だから世界中のエビデンス1万 ppm を超えていないので、えー、むしろやっぱり体のことを考えるのであれば水素水飲むことが悪いって言ってるんじゃなくて、まあ、まして、まあ、お水とガスっていうのはもう性質がそのもの、気体と液体ですからう違うんですよ、そもそも。なのであの使い方が違うんです,ね,ですね,ね、同じ水素と言っても。はい、そういうい意味で水素ガスとして 高い濃度1万 ppm の濃度の水素ガスが鼻の粘膜または目の粘膜のところに触れるとどうやらすごい血流が良くなるってことはまあ私も2万人以上今まで見てきてますけど変わらない人ってまずいないのでそうですねそこはねだから結果的にその血流が良くなったことで皆さんの体に大きな変化が出ているってことを人はね良かったとしても自分にその。 恩恵がななければ買うう意味ってないと思うんですよ、うんうん、だからそれをちゃんと確認してもらって納得できれば買えばいいし、うん、あのいやよくわかんねえなっていう人は無理して買う必要全然ないと思うんで売りつけるつもりもないしそもそも皆さんが喜んでくださるからよかったですねって言って,て、まあ、こういうねあの毎週あの来ていただいてあの本当の話をね あの皆さんに紹介していただいてるっていう、まあ、そういうことなんでうん確かにね、はい、あのよくね今でこそみんなあのね某一和さんにしてもじゃないんですけどみんなね最初はな「まさかや!」っつってねあの <laughs> 沖縄でよね「うっそうこそうそ信じられないですよね。 いううと、あのー、ところはねあると思うんです、ね、それは自分もそうでした誰もがその道を最初にくぐるというかあると思うんですよ。ただね出会ってみてこうだったああだったっていうふうな、ね、こういう話をしてますとねやっぱりそのいい方向に向かった人たちがね、えー、なんていうのかね幸せになるんですよ要は、うん、私たち、ねでねで。そうすると結局どういうことが起こるかっていうと自分の目線が変わって今度は、うん、あ A さん ちょっと具合悪そうだな。b さん、あちょっとね。あのお母さんがね。本当にずっとそういった病気抱えてらっしゃるとかなんかね。情報っていう言い方も変なんですけど、ご様子が見えるんですね。で、その方々に対して僕はお話ししたいっていうことを実は結構ね。特に若くて綺麗な方とかうん。健康そうな方にはそうやって喋ってるんです。でも、うん、これをしたって知ることによってどうだけね。 もしかしたら変わることができるかっていうのもいややっぱりね僕はねもちろんホーズさんおっしゃるように「買ってください」なんて言わないですけど、うん、いやいいんじゃないですか事実の積み重ねの上に裏打ちされたっていうかやっぱり自然科学ってね最初は何かイレギュラーなことのようなびっくりするようなことであっても。 いろんな人がこう体験をしていってそのことを積み上げてみたらなんだこういうことなのかっていうふうに証明される場合ってよくあるんですね,ね<ー>まさに水素はそういうものだと僕は思っていて、あのー、自分自身のお体で感じたことをこうやってエビデンスとして積み上げていったことによってあ皆さんにとってもいいのかもしれませんねっていうことをね言えるようになるんじゃないかなと思って。 まあ、いろんな方に使っていただいた感想を聞くよううにしてますうそうですそでねつくづく私も、ね、フォローなんとかではないんですけど、ね、どうですかってねあのご購入されてから1週間後とかね、うん、1>, ほんと1ヶ月後とか必ずこうってね何の用事もなくてもそうやって聞くんですけどあの、ね、皆さんね、ね自分が私がどこ言わなくても広めててくれてるんですよ誰だから聞いたよって言って。っていうのを聞いた土井さんとかね回ってくるんですよ。 それはね、うん、幸せや安心感につながります、えー、さっきまで実は電話である有名なトレーナーさんと喋ってたんですけど、うん、そのトレーナーさんの施術に来た人がある有名な上場企業の社長のおいっ子さんなんですけどあのおじから聞いたんですけどね「うん、で水素っていいらしいですよね」ってなって <laughs> ひょっとしてこれですかってそのトレーナーさんが見せたら「私も持ってます」ってなって。<laughs> <laughs> いやだんだん世間狭くなるかなみたいなねすごいなって <laughs> なるほどねあのななんて言うんでしょう本当にニヤニヤじゃないですけど嬉しいですよねうん、うん、あの本当に嬉しい、ねうん、本んに皆さんが良くなってくださるのが一番嬉しいんですよね、うん、本当にね、はいうん、だからかけながらね気持ちだけ応援の中に、うん、本んにそこにつけるかなって私も常々思っています、うんはい、ね本当にいい、えー、健康危機にね <laughs> 出会えたと思っています気になる方はぜひぜひお問い合わせをいただけたらと思います今週はねちょっと久しぶりに、えー、w o i ストの、ね、代表北条正宏さんとねドクター水素ボトルについてじっくりお話し聞くことができたんですがまたね、えー、次回それ以降も、ね、年内年明けもたくさんのゲストがね来てくれると思ってます。 はい、そのリアルな言葉を聞いてみましょうね。はい、今週も本城さんありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、また来週。